田谷三郷は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。越前北の小藩主、結城氏の家臣。父は、下妻城上主、田谷重しげ名は虎千代。署名は公教であったが、後に、江戸し親となった、石田三成から一時を与えられて改名した。田谷氏は、 結城氏と佐竹氏に両属する形で勢力を保っていたが、天正十八年の小田原征伐の後、天下人となった、豊臣秀吉の命令により、結城氏を相続した結城秀康に従うこととなる。これに不満を抱いた父が佐竹氏と結んで離反するに至る。その後の調整で三協は、四条の大田城を与えられて分地。父の後継には、佐竹義重家の子、 田谷や仙家が養子として入り、三郷は事実上、たがや家から追放された。主君、秀康は互いに、父親の愛情薄い三郷の身の上を案じてご不信、弱玉に任じて、重く用いた。慶長5年の関ヶ原の戦いでは秀康に従い、植杉家の抑さえとして活動。植杉家月活の難化を防いだ孔により、により、秀康は越前に加造添宝される。 三郷も秀康に従って、越前国柿原で三万二千国を領し、加賀前岳や庭家の動きを監視する重要な地を任されることとなった。家臣団は二百名ほどであり、わずかな期間の統治ではあったが、館を構えて城下町を形成し、領内に溜池をいくつも作り、農作の安定を図ったと伝わる。地行地の館とは別に、 秀康の本城である北の省城の城下、閣内の重要な場所に、かなりの大きさの屋敷を与えられている。慶長12年に、主君、秀康が病死すると、3ヶ月後の7月21日、その後を羽のように病死した。30歳。戒名は、謙奏証剣孤児。多賀や三郷の墓稼装して埋葬されたと伝わる墓所は、丘陵地である柿原に存在する。 石病が存在したが、昭和23年の復元地震で倒壊した。昭和63年から本格的な調査と復元が行われ、平成3年に復元が完了した。この際、地下から骨壺が発見され、富山医科薬科大学の調査で三教のものと同定された。菩提寺の宣教寺で法要が行われ、再度埋葬された。ありがとうございます。